どうもこんにちは、ワンです。前回は実際の頭部のモデリングについて自分なりの手法について紹介しましたが、今回はその続きということで自分なりの髪のモデリングについて、いくつか紹介していこうかなと思います。具体的には基本的な図形から作っていくタイプとカーブを作るタイプの2種類について、またいくつかブレンダーの機能を紹介する、工程を見せていこうかなと思います。というわけでまずは基本図形から作っていくタイプを紹介していきます。これもいろいろあると思いますが、今回は UV 球から作っていこうかなと思います。 UV 球のセグメント数とリング数はそれぞれ32と16で十分かなと思います。球を追加しましたら左側の面をすべて削除していただいてミラーポニファイアを追加してもらいまして、さらに下の方から5、6ループほど面を削除してください。これが髪の元になりまして、この球の辺が詰まっている部分をつむじにして、頭頂部から髪が流れている髪型を作っていきます。ではここからこれを切ったり伸ばしたりして編集していきますけども、フェイスを切る際は前回のようにナイフツールを使って、辺を挿入した後にいらない面は削除するという、使い方でもいいのですが、今回はこの球の辺彫りをして、辺を裂きながら、毛束を作っていきます。辺を切り裂くにはメッシュ内の焦点の中の切り裂きを使ってみましょう。これは選択した辺を裂いた後にマウスのある側だけの辺を選択状態にして移動できるツールになります。これを使って紙を切り離していきましょう。辺を移動する際は後からテクスチャーが貼りやすいようになるべくメッシュの間隔が等間隔になるように移動させてあげるといいかなと思います。髪の厚みは今回後から外側に向かって出していきますので今はペタッとなっていても大丈夫です。また前回の動画内でトポロジーについて軽く紹介しましたけれども、髪についても毛束ごとにつむじから毛先に向かっての流れを意識して調整してあげると綺麗になるかなと思います。あとは単純に辺を裂きたいだけでしたらこちらの辺を分離を選択すれば簡単に辺を分けてくれます。これを使って例えば適当に辺を分離してあげた後にスケールツールを使って縮小してあげれば簡単に毛束っぽいものを作ることができたりします。この時一本一本やるのは面倒だなと感じるかもしれないですけども全部一気に縮小しようとしても中心に向かって小さくなってしまいます。この場合はこちらのピボットポイントのタブ、こちらがデフォルトですと中点になっていると思うんですけども、これを今回それぞれの原点にしてあげてから縮小してあげますとそれぞれの選択箇所の中心に向かって縮小してくれるようになります。このようにピボットポイントを変更することで編集しやすくなる場合がありますので覚えておくと役に立つかなと思います。また前回紹介したプロポーショナル編集を使うと滑らかに縮小できますけどもこのままですと間隔がずれていってしまうので辺を真下に伸ばしていったのなら Shift プラス Z で Z 軸平面上でのみ固定して縮小してあげるとうまく毛先を整えることができるかなと思います。しかし、これが例えばちょっと斜めになっていた場合は、縮小したい方向が軸に沿っていないので、うまく使えなくなってしまいます。その場合は、こちらのトランスフォーム方向のタブ、これを今回ノーマルに変更してみます。ノーマルは方線は面や頂点の向いている方向のことでして、この状態で何か面を選択してみますと、このようにマニピュレーターの軸が面の方線方向を Z 軸にした状態になるのがわかるかなと思います。これで先ほどの辺を選択してみますと、今回の場合は X 軸が上の方向になってきますので、スケールモードとして Shift プラス X を押すと、これはまだワールド座標系での軸指定なのですが、もう一度 Shift X を押すと、現在選択しているトランスフォーム方向の座標系を元にした軸を固定することができますので、これで縮小してあげれば、斜めになっていっても比較的綺麗に縮小してあげることができます。このようにトランスフォーム方向も設定によって便利な場面がありますので、こちらもいろいろと試してみてください。といったところで髪の流れがある程度決まりましたら、これに厚みをつけていきます。今回メッシュの厚み付けには、こちらの厚み付けモディファイアを使っていこうと思います。厚み付けモディファイアはその名の通りメッシュに厚みをつけてくれるものになります。この幅の値を変更しますと押し出す方向と厚みを調整できますので、今回はマイナスの値にしてあげますと、このように髪のメッシュに厚みがつくかなと思います。ただ、このままですと毛先の方まで均等に厚みがついてしまってあまり見栄えが良くなかったりします。なので今回は厚みをつけたい部分とつけたくない部分と、頂点グループを使って調整してみようと思います。
焦点グループは焦点の識別を行うためのものでして、焦点グループごとにオブジェクトの各焦点に対して、ウェイトという0から1の値を設定してあげることで、どの焦点がどの程度その焦点グループに属するかを指定することができます。といってもよくわからないかと思いますので、実際に作ってみましょう。焦点グループはこちらのデータメニュー内の焦点グループの項目の中のプラスボタンを押すことで、追加することができます。焦点グループを作成しましたら、厚み付けモディファイア内の項目から焦点グループを割り当てることができますので、先ほど作成した焦点グループを指定しておきましょう。このように焦点グループを指定しておくと、この焦点グループ内のウェイトの情報をもとに、どの部分に厚みをつけるかの指定をすることができるようになります。ということで、ウェイトを設定していきますけども、まずは編集モードで全ての焦点を選択した状態で、焦点グループを選択してから、ウェイトの値を例えば、今回試しに0にしてから割り当てを選択してみてください。そうすると全ての頂点に0のウェイトが設定されますので、全ての面の厚みが0になるのがわかるかと思います。同じ要領で今回は最初に全ての頂点に1のウェイトを設定しておきます。次に厚みをつけたくない部分、今回の場合でしたら毛先の頂点を選択してからウェイトの値を0にして割り当てを選択すると、このように毛先の部分の厚みがなくなります。さらに、例えば、毛束の境目にある各頂点のウェイトを 0.3 とかにしてあげますと、このように、ちょっとメリハリがついた髪の毛に仕上げることもできます。あとは、まだ毛先が急激に曲がってしまっているので、これを滑らかになるように調整します。これには今回、ウェイトペイントモードを使ってみます。ウェイトモードは、オブジェクトモードと編集モードと切り替えるタブの中から選択できますので、モードを切り替えますと、このように、ウェイトが今どのように割り当てられているかが、赤から青にかけてのグラデーションで表示されます。ウェイトペイントモードは、その名の通り、ウェイトを色を塗るように調整することができるモードになります。左側のメニューから筆を設定することができますので、試しにウェイトを1、ブレンドのモードを追加にしてからメッシュの上をドラッグしてみますと、このように、ウェイトが加算されていくのがわかるかと思います。今回はウェイトを滑らかにしたいだけなので、ブレンドモードのうちのぼかしを使っていきます。ぼかしはドラッグした箇所のウェイトを周りのウェイトの値をもとに平均化して滑らかにしてくれるものなのですが、そのまま使ってしまうとこのように滑らかにしたくない部分も滑らかになってしまいますので、その場合は、こちらのペイントマスクを使ってみましょう。これをオンにしておくと選択している面や頂点だけを編集できるようになります。調整したい箇所はシフトを押しながらのクリックで選択できますけども、軽量選択などはできませんので、編集モードで調整したい箇所を選択してからウェイトペイントモードにしてあげると、簡単かなと思います。では、このウェイトペイントモードで毛束の周りや膨らみの部分の頂点のウェイトを調整して、滑らかに厚み付けがされるようウェイトを調整してみましょう。一通り調整できましたら、前回紹介した細分割曲面モディファイアも追加してみましょう。この時、毛先が丸くなってしまうと思いますが、厚み付けモディファイア内から前回ちょろっと紹介したクリスを厚み付けした後の周囲の辺につけることができますので、これで毛先が丸まらないように調整してあげるとくっきりするかなと思います。また、毛束の境目や山もくっきりさせたい場合は、編集モードでこれらの部分にもクリスをつけてみてください。それでもスムーズ面表示にすると多少丸まったように見えてしまいますけども、例えば毛束ごとに辺を分離を使ってそれぞれ切り離してあげると、境目の部分にも細分割曲面が働いてくっきりしますし、データメニュー内の自動スムーズにチェックを入れてあげて角度を調整してあげると、面のなす角が指定した角度以下の辺がくっきりとするので試してみてください。はい、これで基本図形からの紙が出来上がりです。基本図形から作っていくタイプのメリットとしては、簡単な噛み方でしたら比較的すぐにできる点でしょうか。あとは一つの毛束が毛先で複数枝分かれしているような表現も比較的作りやすいかなと思います。デメリットとしては、やはり綺麗に作るのが難しいということかなと思います。凝った髪型を作ろうとするとなおさらよし、気づいたらメッシュがガタガタということも多いですが、テクスチャーでなんとかなったりもするので、そこまで気にしなくてもいいかなと思います。そのテクスチャーを貼るための UV 展開が大変だったりしますけどね。続いてカーブを使ったタイプの紙の作り方です。カーブはツイッカーの中のカーブから作成することができまして、このように頂点を操作して線をくねくねと変形させることができるものになります。カーブには主にパス、ナーブス、レジエの3種類がありまして、それぞれ簡単に紹介しますと、
パスとナーブスは各頂点につられて動くようなカーブ。レジンは頂点にハンドルがついているんですけども、このハンドルの辺に接するようなカーブといった感じでしょうか。これらのカーブは、例えばオブジェクトをカーブに沿って複製したり変形したり、カーブを断面とした回転体を作ったりすることもできるのですが、今回はこちらのカーブのメニューの中の深度の値を大きくしますと、このようにカーブに沿ってメッシュを作成することができますので、これを利用して紙を作っていきます。その前に、オブジェクトのレイヤーについて紹介しておきます。レイヤーはオブジェクトモード時にこちらに表示されていまして、多分デジタルで絵を描かれている方には分かりやすいと思うんですけども、このレイヤーごとにオブジェクトを分けておくと、表示したいオブジェクトを簡単に切り替えることができます。また、シフトを押しながら選択すれば、一度に複数のレイヤーを表示することもできます。なので、今回作るカーブは、空のレイヤーを選択した状態で作成するか、オブジェクトを選択した状態で M キーを押すと、レイヤーを選んで移動させることができますので、頭部のモデルとカーブのモデルとが別のレイヤーになるように分けておいてください。ではまずはカーブを使って桁張りになるオブジェクトを作っていきます。カーブはどれを使ってもいいですが、今回はベジーカーブを使ってみます。まずは編集モード内でこちらのくねっと曲がっている方の頂点の位置を、トランスフォームメニューからすべて0にしてもらいまして、もう一方の頂点は X と Z が0、Y が正方向の値になるようにしておきます。前者の方が桁場の付け根、後者の方が毛先になりますけども、こうしておくとオブジェクトモードで移動や回転をさせるときに、付け根部分を中心に移動回転してくれるようになりますので、毛の入る位置や向きを調整しやすくなります。さらに、まだカーブがくねくねしていますので、これをまっすぐにしますが、ハンドルを直接操作してまっすぐするのはちょっと面倒ですので、ハンドルのタイプを切り替えてあげます。ハンドルのタイプはカーブの中の制御点のうち、ハンブルタイプを設定の中から切り替えることができまして、このうちの自動を選んでもらいますと、このようにカーブがスムーズになるように自動的にハンドルを調整してくれるようになります。これを両方のハンドルに設定して、Y 軸方向にまっすぐカーブが伸びるようにしてあげます。そうしましたら、カーブのメニュー内の深度の値を変更してもらうと、このように山型のメッシュが表示されると思います。この山になっている方向を Z 軸の方向に向くように回転させますけれども、回転ツールではハンドルを回転させることはできるんですけども、メッシュの向きを変えることはできなかったりします。これを回転させるには、トランスフォームメニュー内の傾きを変更してあげる必要があるのですが、今回はこれを90度にして向きを調整してあげてください。さらに、両方の頂点を選択した状態で細分カーブを押してもらうか、メッシュの編集と同様に一気で押し出しができますので、頂点数が3個か4個ぐらいになるようにしておきます。さらに、先端部分もそれぞれ縮小しますけども、こちらもスケールツールで縮小するだけでは小さくなりませんので、トランスフォームメニュー内の半径 E の値を小さくして尖らせてあげます。ここまで来ますと、だいぶ毛束っぽくなりますけども、さらにシェイプ内の解像度をだいたい6か8、フィルをフル、レベルの解像度の値を適度に大きくすると、さらにそれっぽく見えます。また、テクスチャースペースの項目内のマッピングに UV を使用にもチェックを入れておきましょう。これをしておくと、メッシュの UV を自動的に展開してくれるようになります。あとは、オブジェクトメニュー内のワイヤーフレームにチェックを入れておきますと、形状をつかみやすいかなと思います。はい、これで桁張りになるモデルができました。あとは、これをオブジェクトモードで紙に見えるように配置していきます。配置をする際には、前回紹介したスナップツールをオンにして、スナップする要素を面、スナップ対象を近接以外のいずれか、さらに横のスナップターゲットを回転に揃えるの項目をオンにしてから桁場を頭部のモデルに移動しますと、桁場のオブジェクトの Z 軸方向が頭部モデルの面の方線方向になるようにある程度回転してくれるようになりますので、桁場の付け根をつむじにしたい位置に来るように調整してあげます。調整したら一度スナップツールはオフにしていただいて、トランスフォーム方向をローカルにしてから回転ツールを2回押して、桁場をオブジェクトの Z 軸周りに回転して、毛の伸びる方向をある程度決めましたら、さらに編集モードでカーブの頂点やハンドルを操作して、頭部の形状に沿って調整します。はい、これでやっと桁場が頭に1本生えました。あとはこれを複製して、桁場を付写しつつ、つむじ周りに回転して、カーブの頂点や各値を変更しつつ、形を整えていきます。桁場と桁場の重ね具合を調整するには、今回はカーブを変形させるよりも、オフセットの値を変更してあげる方が調整しやすいかなと思います。
また押し出しの厚みを大きくすれば幅広な紙を作ったりすることもできますが、この下駄の太さを調整するのが面倒だなって場合や、もっと凝った形状の下駄を作りたいなっていう場合もあると思います。その場合は、カーブのメニュー内のテーパーオブジェクトやベベルオブジェクトを設定してあげるといいかもしれません。テーパーオブジェクトで付け根から毛先にかけての太さ、ベベルオブジェクトで毛束の断面を指定することができます。これを使えば、例えばこのようなカーブを作っておきまして、これらをそれぞれの項目に割り当ててあげれば、より細かい形状に編集することができますし、同じカーブを割り当てておけば、こちらのカーブを編集するだけで一度に複数のカーブを編集することもできたりします。ただベベルオブジェクトを設定していますと、フィルムの変更やベベルの深度、解像度半径などで形状を調整できなくなってしまいますので、このあたりは適宜使い分けてみてください。また毛束を左右対称にしたい場合は、ミラーモディファイヤーがオブジェクトの座標形をもとに対称化するものなので、今回のようにオブジェクトモードで回転させているとうまく対称化することができなかったりします。その場合はミラーモディファイヤー内のミラーオブジェクトの項目にワールド座標形と軸の向きが揃っているオブジェクト、今回の場合でしたら頭部のモデルを指定しておけば綺麗にミラーモディングできるようになりますので、覚えておくと便利かなと思います。ただ、つむじの位置が中心ぐらいにない場合は背景がずれているように見えてしまいますので、一度ミラーモディファイヤーを適用できるかと思いきや、ミラーモディファイヤーはカーブに適用してあげることができなかったりします。左右で同じカーブを作ってこれを編集すればいいと言えばいいのですけども、難しいですし、面倒ですので、親子関係とスケール2を使った左右の判定方法も簡単に紹介しておこうかなと思います。まずは追加の中のエンプティから 3D モデルとしては意味のない GUI 用のオブジェクトを作成することができるんですが、今回はこの中から 10G を作成します。で、この 10G のオブジェクトを親、左右反転にしたいカーブを項にした親子関係にしていきます。親子関係の設定の仕方はいろいろとありますけども、一番わかりやすいのはこちらのアイドラーナイビューから設定する方法でしょうか。まずは左右反転したいカーブを複製してもらいまして、複製したオブジェクトを親にしたいオブジェクトの上にドラッグしてあげますと、このように親子関係を設定することができます。このあたりの親子関係の設定の仕方は、Unity で紹介した設定方法と似た感じでしょうか。最後に十字のオブジェクトをスケールツールで X 軸方向にマイナス1倍に縮小してあげますと、これで左右反転ができました。このように複製してあげると左右で同じカーブを作りやすくなりますので、カーブを編集してあげる手間が減るかもしれません。一通り毛束を配置し終わりましたら、これらがまだカーブの状態ですので、これをメッシュに変形してあげる必要があります。まずは分かりやすいように紙のカーブが配置してあるレイヤーのみの表示にしていただいて、すべての毛束を選択した後、一応後からでもカーブから修正できるようにこれらを複製して別のレイヤーに移動させておきます。そうしましたら、もう一度全部選択してもらいまして、オブジェクト内の変換の中からカーブホニャララメッシュを選択してもらいますと、これでカーブがメッシュに変換されました。ただ、これらはまだ別々のオブジェクトですので、最後にオブジェクト内の統合を選択してあげると、これで紙が一つのオブジェクトになりました。カーブの編集でうまく調整できなかった細かい部分については、このメッシュの段階で微調整してあげるといいかなと思います。はい、これでカーブを使った紙は完成ですね。カーブを使ったタイプのメリットとしては、メッシュが綺麗になりやすいというのが大きいかなと思います。また後から毛束を1本ずつ調整できますし、ベベルオブジェクトを設定すればこのような立体感のある髪型も作りやすいです。あとは UV 展開も自動で真四角にしてくれますので、例えばこんな感じのテクスチャーをそのまま貼り付けるだけでも結構それっぽく見えるようになったりします。デメリットとしては、余分な面が増えやすいのでポリゴン数が多めになりやすいということでしょうか。もちろんその分減らせばいいのですけども、かなり大変かなと思います。あとは毛束を1本ずつ植えていきますので、簡単な髪型でも手間がかかることなどが挙げられるでしょうか。ちなみに今の僕の髪型は前髪部分とポニーテールの部分はカーブで作っていますけども、後頭部付近の髪はカーブで作るのが面倒だったので UVQ から作ったりしています。このように場所に応じてメッシュから作るタイプとカーブから作るタイプの両方を使ったハブリッド型もありじゃないかなと思います。といったところで、今回は髪の作り方についていろいろと機能の紹介を交えつつ、基本図形から作るタイプとカーブから作るタイプの1種類について、紹介しました。
紙の作り方には他にもヘアパーティクルっていうカーブをたくさん出してそれを駆使して溶かすイメージで髪型を作っていく機能もありまして、僕はあんまりセンスがなくてうまく使えなかったんですけども、気になった方は検索してみてください。それでは、今回の動画は以上になります。次回はブレンダーの動画を続けて 1,2 本と言っていましたので、またユニティの方に戻りまして、前に放流にしていた GUI 周りか新製品について、紹介できればと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。ウワンでした。またね。バイバーイ。